はい、どうも、サオでございます。本日は、弱点攻撃率についての、まあ、座学みたいになりますよね。俺の放送じゃないや。動画は。うん、座学と、まあ、実際にその弱点攻撃を利用した、まあ、エリス、どんだけ強くなるかなっていう、話をやっていこうと思います。でね、まあ、弱点攻撃の使用、見ていきましょう。で、弱点攻撃の使用は、単純に、攻撃量が上がります。攻撃量っていうか、ダメージ量が上がる。1.3 倍だったかと思います。で、まず1個目に、1.3 倍になると。で、2個目の追加効果。これは前まであったんですけど、後ろ狙いやすくなる、オア、HP が低めの敵を狙うと。まあ、ここちょっとね、最近なんかよくわかんない。変わってる気がするんですけど、もともとはそんな感じでした。で、最後に、スキルの発動率が、まあ、弱点攻撃率のパーセントに合わせて、変わると。だから100に近づけば、まあ、100以上あると思うんですけど、まあ、100に近づけば近づくほど、そのスキルが優先として出てくれると。まあ、アリーナでね、イラつく要素として、打ってほしいスキルが打ってくれない。で、そういう時に解決できるのが弱点攻撃武器。まあ、なので、前回までね、セット装備とかで弱点攻撃オルリーを作る方が多かったですが、まあ、今回のエリスの追加、まあ、前回ですけど、アプテは。まあ、こいつが、凶悪な弱点攻撃 60% 減少というね、このね、無課金と美課金生きる道をなくしたんじゃねえかと、もう言われるためだけに実装されたのかよくわからないエリスというキャラなのですが、まあ、60% 減少されてしまいますと。まあ、弱点攻撃数を 60% 減少させられてしまうということは、この単純に 1.3 倍、ダメージ量が上がらなくなってしまうのと、まあ、弱点攻撃数をわざわざつけてスキルを、発動してもらおうとしていたキャラが、60% 下げられてしまうことによって優先度もまあ 60% 分っていうのはどれぐらいかちょっとわかりませんが、まあ、下げられてしまうと。まあ、これは大きなね、影響があります。変則魔法パーティー。これは弱点オルリーを基本とした、まあ、オルリーに先にスキルいっぱい打たせて、敵の免疫をさっさと剥がして、逆襲するっていうこの、まあ、敏捷じゃない活路を潰されてしまったわけですね。ここまでですと。まあ、ただ、まだ弱点攻撃には生きる道はあるんじゃねえかなっていうのが、今回の本題になります。まあ、ちょっとね、今、試運転とかも一切やってないんですけど、まあ今、弱点攻撃をね、ガツンといっぱいつけてます、この子には。ただ、まあちょっとね、闇の、弱点が、34と26、これで 60%、ここに 20% で、80の、ここに 20% で、100。で、闇のセット効果で20つきます。なので、今 120%。で、ここがね、アクセがなくなってしまいます。免疫がなくなってしまうので、まあ、今ちょっと適当ですけど、正常を3刺して、まあ、ここ感電対策しとけばいいと思います。で、正常3刺して、今状態免疫が2回付与。なので、まあ、先に使ってほしいエリスについてはこれで十分なのかなっていう感じで、まあ、上位の方もこういう感じの編成してますね。うん。まあ、ちょっと微妙。ここがもうちょい弱点上げられるんですが、まあ、武器だけでね、エリスの、60% ダウンをカバーできているので、あとは残りで 60% 分上がって、どれぐらいスキル先制率が上がってくれるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。で、これトップエリスにする理由は、カールヘロンの、クールタイムリセットで、もう一回エリスのみがリセットされるっていう利点と、やっぱり陣形変更で、逆にオルリーの火力を上げてもらったり、防御陣形にしてもらったりして、まあそういう風に、撹乱を元から自分、いいっすね使ってくれました。まあ、ちょっと適当になりました。てか最近さ、回避率おかしいよな、敵の。でこういう風に先に使ってくれるだけでメリットでかい攻撃なので、まあ一旦ね、免疫はもう無視しちゃって状態異常の、まあ、こういう風にエリスに使わせてしまうっていうのはありなのかもしれないですね。今、早速使ってくれたんで。で、なぜか、スキルが、あ、光の盾したのか。光の盾した時ってね、3回打てる時あるんですよね。まあこれで励ましたね。で、先にやられましたが、こっちはもうすでにカールヘロン動いてるので、
覚醒スキルで、遅延は無効になりますと。で、これでまた、エリスのスキルがね、リセットされて、もう一回使ってくれると、すごいいいかな。使ってくれない。オッケー、覚醒が溜まってた。まあ、いいっすね、結構。まあ、エリス使ってくれることがもう、勝利の一番の鍵なので、もうエリス使ってくれないともうダメ。みたいなとこありますね。はい。これはちょっと意味がないカルバドス。はい。これでね、遅延入っても意味ないので、ちょっと下の方使ってほしいんだけど、ちょっと動かなくなってきた。が、免疫はもう剥げていると。まあ、こっちまだ防御バフ残ってるので。あと、ルークのね、後衛被ダメージダウンもね、この陣形にすると、結構いきますね。というわけで、チリューを出して、まあこんな使ってくんないですから、意外と弱点攻撃の利点は出てるというか、今 120% ですからね。エリス倒れた以上。すげえ動いてくれますね。で、免疫もね、2回は対応できるので、状態以上に。まあいい感じなのかなっていうのはあります。ただ、長期戦になると、やっぱり、免疫ないのがたたってくるんで、耐久パーには弱くなるのかな、だから今後耐久パー増えてきたらこの編成はちょっと無理になってくるかもしれないですけど、まあ、意外と今はもう使ってくれましたね。じゃあもう一回だけやります、まあ、謎の優先度という概念がありますけど最近、まあ、いい感じに、いいですね、いいですよこれ、多分 60% あれば割と使ってくれますね。まあ、前、ミコをね、弱点 100% にしてどんだけ動くかみたいな検証したんですけど、初手でミコがスキルを使う確率100回検証で95回でした。まあ、95%。まあ、弱点攻撃率はそこまで来たかと思いましたけど、まあ、60% あれば、まあ、大体は、わかりますよね。50% か 55% ぐらいになると、初手で使ってくれる確率が、まあ、単純計算ですけどね。まあだから今も使ってくれてますけど、いいんじゃないですかね。2回分免疫がね、ちょっと怖いですよね。耐久パーと戦うと。だから、まあ絶対当たる感電免疫は必要かな。暗闇はもう最悪無視して、絶対当たる感電だけ 100% にすればいい気がする。まあ、いいっすね。暗闇入りますね。槍使われちゃったね。こっちも槍使ってもう一回エリスルートを入れたいんだけど、スパイクが来たら怖い。わあ、ダメージ上がってますね。赤宝石で、固定ダメージ上昇つければエリス強化できるので、それはもう特にやってみた方がいいと思います。というわけで溜まりましたが、まあ、斬撃でルーク落とされそうだけど。オッケー、危ない。で、エリスがリセットされましたが、敵のエリスが地竜を呼ぶと。まあ、ルーク溜まってるんで、ルークで。気絶引いてくれればですけど、あ、出た。出血もらってる人を回避するスタイル。まあ、ちょっとね、もともとオルリーの火力下がってるんで、このワントップエリスっていうのは意外と耐久パーに弱かったりします。まあ耐久パーが弱い以上強かったりするんですけどね、そこが。やっぱ環境に合わせて、まあ、耐久パーも負けていいので、火力パーに勝つみたいな、なんか絞っていった方が、勝率は伸びるかなと思いますけど、結構マジで使うじゃん。これマジで使うな。いいじゃん。すっげえ強いと思うわ、これ。だってこんな適当な正常防具ですからね。お、いいっすね。苦手な耐久パーにも勝てました。ということで、まあ、弱点アクセ持ってる方は、今の感じの、セット装備目指して、エリスをやってみてはいかがでしょうかというね、まあ、弱点攻撃の仕様の説明と、まあ、エリスどう編成するべきかなっていうお話でした。ご視聴ありがとうございます。役に立ってましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。